いよいよ世界を股にかけた超一流のスーパーバイク野郎は男のロマンをかけましてこのスーパースタジアムトライアルに挑戦いたします。真の世界チャンピオンは誰か、スタテクニックとは何か、バイク野郎必見のスーパードキュメント。それでは、どうですか今日の大会なんかは、外楽しみにしてました。うん、見たことないでしょ。よくあ今日初めて玉川でやってるの見たことあるけどさ、うん、素人でしょ、うん、こうスーパースターっていうの、うん、見たいって。ああそうですか。どういうのが一番楽しみかな。どういう技を期待します。我々は絶対できない技でしょ、うん、100%そうだね。こう軽々やるってね、うんうん、バイクはすごい好き。いや全然知らない。今日はどうしてきたの。なんか面白いとか、うん、なんかみんなが言っててなんかじゃ あ興味はあるの。ってくれたのに。あ彼が、はい、じゃあちょっと彼のとこ行こうよ。ちょっとあ彼このね、僕このファッションが好きですね。この切れたジーパン、なんかすごいボッシュだね感じがね。はじめまして。どうも。どうですか、バイク好きなんですか。見るのは好きだけどね。あ自分じゃやんない。乗ってないですね。乗ってない。原チャリのみ。そんな隠れないよ。もうねすぐ隠れようとするんですけど、じゃあまあ、とりあえず見るのが好きで、そう今日の割と楽しみにしてました。うん、もうテレビで見たから、うん、どんなもんかなと思って。あこういうの興味あります。ええ、興味あります。自分乗ってますか。まだ乗ってません。まだ乗ってない。彼女乗って乗ってる。オフロードレースとかに出たんですけど、うん、レースなんかも一応積極的に参加するわけ。一応まあ順位とかそういうの考えずに一応やってみようっていう。やるだけやるって感じ。あ、本当。じゃあ今日すごい楽しみだね。はい。ね、じゃあ今日楽しみに見ていてください。どうもありがとう。これからやるんでしょ、バイク。やりたいと思います。やる顔してる。そうですか。うん、頑張ってね。大井の不当で。あ、やってるのも。やってるの見に行くの。あ、見に行くの。うん、あ、じゃあそう好きなのね。うん。お兄さんと岩の上な走って歩いてるの見てもな。ジャンプ台やってる。岩の上こういう風になってるやつをね、うん、ジャンプ台やってるの。あ、ね、ガンね。やっぱああいうの見るの好きか。そうね、こけてる人もいた。こけてる人いた。こけてる人見るとどうに思う。面白い。面白い。こけてるのも面白いか。そうだね。はい、バイオバイクは、一般用のバイクと違っていろんな違いがあるんですよね。でまずはタイヤ。タイヤ。このタイヤは地面との接触面を大きくするためにあまり空気が入っておりません。でハンドル。ハンドルは障害物とか狭いところを通るので極端に短くなっております。でサドル。サドルはね、皆さんもご存知のようにトライアルは座りませんので、サドルもサドルらしいサドルではありません。で最後にエンジン。エンジンはね、水の中へ行けば、障害物を乗り込んですごいガン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 ぶつかるからエンジン比較的位置が高いところにつけられております。つまり人間に例えてみるとめっちゃんこのドタグロビキン、ジーパンを履いて足の長い男性ということになりますね。
ただいま予選が行われております、やってる方も真剣です。で、見てる顔も本当に真剣に見てます。今日はですね、この18人が予選を戦うわけですが、そのうち5名の方が外人選手ということですが、その18人中8名が準々決勝に残るということになってます。それではその8名を紹介いたしましょう。若干20歳、イギリスのサンダー、日本のナンバーワンです、山本雅也。今季は絶好調ですね。伊藤敦史、フランスの伊達男だそうです。ジル・ブルーガ、度胸と負けん気の男、期待の服部恭輝、ベテラン圏内です、丸山種康、ルジャーンに迫る男、今年の世界チャンピオン、テリー・ミッション、出ました、トライアルの神様、エディ・ルジャーン。奇しくも外国勢4名と日本のトップライダー4名によって準々決勝が戦われます。なのです。スイッチを押しながらコピーしたい部分をコピーしたい時にコピーしたい場所でなぞるだけ。コピーも進化して小さくなりました。つまり初めてのハンディコピーマシンプラスからコピージャック新発売。6日、5日、6日、会社人間しない服スコール、オンワード。6日、7日、8日、10日、考える人しない服スコール、オンワード。服部清輝、84年度日本ランキング2位、日本のホープである。彼の今回のスタジアムトライアルにかける熱意は並々ならぬものがある。彼は世界選手権の経験も豊富で、外国勢のテクニックを熟知している。確かに世界の壁は高く厚い。だが日本で戦う以上、むざむざと敗れ去ることはできない。今まで長年ですね、日本っていうのは、日本流のトライアルだったんですね。それがここ数年ですね、こう世界に日本のライダーの方が目を向け始めて、その差も、急速に接近しつつあるところですね。やはり歴史の差といいますかね、若い頃から彼らが乗ってる、もう6歳頃からオートバイ親しんでる、そういった、社会情勢なんかもありまして、非常にこうトップライダーになるのが早いんですね、日本の選手に比べて。仮に僕なんかですと、17歳で乗り始めまして、向こうの選手ですともう17歳でもう国際クラスのライダーになっていますから、スタートのポイントがちょっと違いますね。ルジャーンというのは彼はベルギー人なんですね。ベルギーというのは比較的モトクロスとか、モータースポーツで非常に有名な選手が出ている国で、そういった国から出てきたライダーとしては、非常に天才的なライダーですね。そしてライディング自体も彼が出てきた1980年代頃から今のトライアル界にちょっと変わってきたという時代をこう変えたライダーですね。
Ah, disons que je ne suis pas certain de gagner, mais je ferai tout mon possible pour gagner. Michel, car il est français, mais il est de Marseille.彼の場合はですね、ちょうど僕がヨーロッパ行ってる頃、ちょうど16歳か18歳ぐらいですかね、でデビューしまして、よく一緒に走ってるんですけど、本当に最近、特に去年あたりからめきめき上手になってきまして、非常に精神力、ライディングともこうバランスが取れたらですね。どうもありがとう、en espérant qu'ils viendront beaucoup, qu'ils viendront nombreux.Et que je pourrais faire honneur à mon titre de champion du monde. Domo arigato. Merci. Bonne chance. Merci. もうすぐですね、大会が始まろうとしておりますが、ここの、まあ、いろいろセクションありますけども、まあ、準備は万全でございます。それでは早速いろんなセクションありますんで、これから紹介してみたいと思います。このセクションはサメの歯セクションといいまして、こうギザギザいきます。次のコースですが、ご覧のように直角ですね。もうさっきダメでしたから今度はやりません。もうぶつかって おしまいになっちゃいます。この直角をガーンと登ります。で、ここをまあちょっとこれぐらいありますが、ここを越えまして、でここからまたボンと上に上がります。それでこの丸太がありますが、これを越えましてですね、次を飛んでいくという、これは難しいですね。このセクションは走るコースを読むのがポイントです。ちょっと間違うと危ない。次のセクションです。この階段、まあ足で登ると割と楽なんですが、これ狭いでしょ。ここまでバイク登ってきましたね、ここでまあ、U ターンするわけですが、ここら辺がまあなかなか微妙なテクニックがいると思いますが、というわけで次のセクション行きたいと思います。全然バイク乗れない。次のセクションはまあ見れば分かりますが、丸太を飛ぶという高跳びみたいになってます。バーもあります。それでは早速ここはちょっと挑戦してみたいと思います。おお、丸太を越えました。全然惜しくありませんが、斜面を利用してバイクがターンします。微妙なバランスが要求されます。まあバイクの綱渡りですね。富士の富士セクション、これが結構難しいんです。これはすごいぜ。これ 6m のタワー、これちょっと挑戦してみたいと思います。さあ、うわこれすごい、これ見たい、早く痛くない。直径3メートルあるジャイアントタイヤ、上も通るんです。おお
たかったここ水に。一見簡単そうに見えますが、どっこいこの急角度がクセモンなんです。疲れました。いやすごいコースでしたね。もういろんなコースありました、まあ少しはできるかなと思いましたが、割と甘い考えでしたね。なかなか難しいコースでした。まあやはり世界一を決めるにふさわしいコースだったと思います。まあこれからルジャンやミショーの、必殺のテクニックを自分の目で見れるということで、そっちの方楽しみにしてください。準決勝残りたいですね。はい、頑張ってください。どうもありがとうございました。どうも。フローティングセクションに入ります。さあ、そして服部清輝選手です。現在ランキングは3位。世界の経験も豊富です。第6セクションビッグフローティングターンに入ります。スタンディングからクイト入っていきます。ここも落ち着いてと着地の行いましたけれども、体勢を立て直しましてクリーンです。前半快調に飛ばす服部清輝、しかしこの後思いがけないハプニングが起こりました。おっと、フローティングブリッジ幅が今までより相当今日は長くなりました。フロントからもろに落ちてしまいましたね。今ね、ちょっと落ち方がひどかったな。大丈夫かな、怪我したようなふうにも見えましたけど、吊り橋のところでの加速があまりにもなかったですね。全くあそこに顔をぶつけちゃっていますね、はい、大丈夫ですかね。一本橋の最後のところに、もろにフロントが浮かなかったんですね、全く、はい、大丈夫、浮かない。すごい胸打っちゃったんですよ、うん、それでちょっと息が苦しくなっちゃって、うん、もうあそこからちょっと緊張の糸が切れちゃった感じですね、まあ、だけど出だしは良かったから今日いけるかなと思いましたよ、うんうん、まあだけどまあ大丈夫ですかもね。意外に、まあ、途中でリタイアするよりはね、最後まで走りましたからね。最後まで、うん、はい、どうもありがとうございます。この中ではそうですね、はい、この中ではそうですね。むしろパワーがありすぎてコントロールしにくいマシンよりはこの方が有利な場合も多いと思います。軽やかにこなしていきます。まさに無難にこなしています。ちょっと角度が悪く見えますけど、はい、あの位置からリアを振って向きを変える、はい、足が出ましたね。あの状態で減点1ということ。あの状態からだとフロントももう一回振らない、うん、思わず足が出てしまいまして転倒してしまいました。あれは今のはちょっとバランスが取りきれないうちに、はい、今やっぱりフロントをもう一回振らなきゃって言った時にですね、フロントを振るタイミングをちょっと今スローが出てますが、そうなんですよ、あそこで大きく振りすぎてたんですね、はい、
で、あそこでもう一回頂上で止まっていけば、はい、あるいは大丈夫だったかもしれませんけど、やっぱりあの一番最初の原因はあの屋根の越え方がうまくなかったことですね。災害点はないようです。ハンドルがちょっと曲がったところですかね。レバーがちょっとずれたようですけどね。ヘルメットを一度取りましたけれども、一度パドックへ戻ります。まあ気が張ってる時は怪我は意外にしないもんですけども、はい、パドックに戻り傷の応急手当てをし、割れたバイザーを取り替えます。何がないの？この程度の傷じゃ危険はしません。丸山選手、頑張ってください。お口の匂いって自分では気づきません。リステリンは歯ブラシでは届かない匂いの元を取ります。お口の匂い大丈夫ですか？リステリン。テレビは音で美しくなる。ステレオ&高画質、三菱サウンドスクエア。坂本藩、メリカはごっつー厚かです。厚切りカットのポテトチップス、美味しさ維新です。小池アメリカ新登場。大山の中行く汽車、ポッ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 。球体は仕事探しの仲良しです。白い湯で吹いて球体、それにしようか考える、はい、じゃ後ほど。困った困ったたぬきさん、アイちゃん、もういただいてます。おいしさが輪になったアップルリング。第一番
はい、今から準決勝が行われようとしております。18名いましたが、もう4人に絞られました。現在スタート台の上にはスティーブ・サンダース選手、そしてジル・ブルガ選手、この2人が係員からいろいろ指示を受けております。さあ、そして旗が振られましてスタートです。まずゼッケン4番のジル・ブルガ選手、第1セクション2勝と並んでフランスを代表するトップライダージル・ブルガ。彼のいぶし銀のテクニックは今大会の台風の目である。セクションあたりをどういった記録を超えていくでしょうか。このあたり第1セクション大切にしたいところですね、マンザーさんね。でもさっきより緊張気味ですね。はい、はい、見事にクリーンいたしました。スティーブン・サンダース、今シーズン世界ランキング3位。ここ一番の大試合には爆発的なパワーを見せるイギリスの若きエースである。しかし減点1でどうにか通過いたしました。まず第1セクションはブルガが一歩リードというところでしょうか。そうですね。さあ、そして第5セクション、ジャンピングハードルセクションです。この第5セクションだけは普通のトライアルの採点ごとちょっと違っていまして、はい、まあ、ここだけの特別規則という形なんですけど、ハードルを置くのと結構振ってるとかから下を落としました。これはね、今2本落としたからもう5点なんですね。5点というのは1つのセクションの最大で、これはもう他の場合も同じなんですけど、1本落とすと3点で、あとはもう1本うまく超えれば3点のままでいけたんですね、はい、でも2本落としちゃったんで5点になっちゃいました。さあ、スティーブ・サンダース、これから第5セクションに入りますが、気持ちを落ち着けているんでしょうか。まず最初のハードルをクリアしました。でストップしてみます。そう、防ぎました。終わりましたね。この段階で全然数で逆転しました。さあ、今の VTR をご覧いただきましょう。これはね、もう本当にちょっとかすってるんですよね、はい、思わず表情にもちょっとゆとりが出てきたんじゃないですか。スティーブ・サンダース嬉しそうでしたね。ジル・ブルガが今度はパーフェクトに入ります。さあ、48メートルから一気に6メートル上がりました。まだもちろん足をついていません。さあ、もちろんここからが大変なところですね。降りるところがもう極端に狭いです、はい、今のテクニックはちょっと注目していただきたかったですね、はい、降りるときにはエンジンの下のガードっていうそのアルミの保護板ですけども、はい、それが当たるんですよ。その角に当たるところをですね、今体の動きだけでパッとこううまく避けていました。すごいショックがひどかったですね、今のは。そう、降りるね、近づきましたけれども今クリーンです。今のは降りるスピードがだいぶ速かったです、はい、速いですから次に上りに切りかかるときにフロントフォークが全圧縮の状態になってショックが大きいですね。さあ、ランキング3位と2点、スティーブ・サンダース大きなジャンプから6メートルまで一気に上がりました。さっきあれで飛びすぎて失敗しましたけど、はい、そうですね、今度はうまくまとめましたね。さあ、ここです。ガードが今突っかえてます。これはですね、マシンの違いにもよるんですよ、はい、これはホンダの HRC から出てるRTL250S というマシンなんですけど、地上高っていうかそのエンジンガードの位置が地面からの距離が低いんですね、はい、ですから当たりやすい。まああっちのヤマハの方はもう少し高いわけですね。それが先に乗ってるのはヤマハ TY250R っていうマシンなんですけども、さあ向きを変えてバランスを取って一気に本当は行きたいんでしょうけど ね一気に行くとねスピードがつきすぎて危険なんですよ。なるほどね。だから、はい、わざと予定の行動なんですがガードを当てておいて、はい、じりじりと体で、あれはね今止まってないんですよ。足をつかない限り停止は止まるんですよ。通過しました。減点は1です。じゃあ何気なく飛び降りてますけど、ここまでサンダースのリードでタイヤセクションを迎えました。残りのセクションは3つ、些細なミスも許されません。入っております。ここからタイヤを越えていきます。駆け上がりました。この場合は
スタンドのスプリングが外れたみたいですね。今スタンドのスプリングが外れています。これはどうなるんですか。これはなんともしょうがないですね。救済措置はないんですよ、こういうのは。マシントラブルですから。いやしかし珍しいパターンですね。これは珍しいですね、はい。さあ現在まで減点は6というスティーブ・サンダース、ちょっとしたアクシデントに巻き込まれています。さあこれからジャイアントタイヤを越えなくてはいけません。直径3メートル。スタンディングスティールのまま修理をするということですね。でもこれはおかしいですね。マシンのトラブルですから外から手を加えていいはずないんですけどね、まあ、これは競技 の、 その審査委員長の判断で行われていることだと思いますけど、本来のトライアルでしたらこれは単純なマシントラブルですから、はい、そのために都合が悪くなったことに対しての救済措置というのは全くないわけです、ね、そのセクションが終わるまでは手を切れてはいけない、ということなんでしょうね、例えばあの走ってるうちにブレーキが壊れたとしても、それは仕方がないわけですよね、はい、それと全く同じことなんですけど、この場合は特殊例が認められた例外といった方がいいですね、はい、さあ現在スティーブ・サンダース、スタンディング釣りを続けたままお客さんもじっと見ています。さあ修理が終わりました。大きな拍手が起こります。そしてジャイアントタイヤに臨みます。体勢を整え直しました。木に駆け上がって降ります。発見はクリーンです。さあいよいよセミファイナル第2戦と、まあ、2つ目の戦いですが、この顔合わせご覧いただきましょう。まず本年度の世界チャンピオンヘリー・ミショー、そしてこの後に出てくるのが3年連続チャンピオンを取りました、まさに世界のエディー・ルジャーンです。さあこの辺りまたゆっくり出てくるのも、もうすでに作戦があるのかもしれません。微妙ですね。なんか先ほどはもっとずっと出てきましたね。準々決勝の時はずっと出てきたルジャーンですが、武蔵の心境ですかね、はい。まあ大げさな言い方かもしれませんけれども、今日この会場に集まった方々はみんなこの2人のテクニックを見に来たと言っても、ね、いい気ではないんじゃないでしょうかね。全くおっしゃる通りですね。まして今年はね、もう今年の初め、まあ、シーズン初めずっとルジャーンとミショ、名実ともに世界の頂点に君臨するスーパーライダー、事実上の決勝戦だ。いよいよスタートいたしました。まずヘリーミショーからです。でもやっぱりこれは新チャンピオン の、 その、なんていうんですか、意気込みと、はい、それからまあ旧チャンピオン、まあ、3年連続チャンピオンというなってますね、はい、考えられませんね。これは3回ついてしまいました、まあ、3回以上ついますと減点は3ということなんですが、しかしテレビショーが第1セクションで減点3というのは思っても見ませんでしたね。思っても見なかったですね。さあルジャーンが第1セクションに、さあ高く飛び上がりまして、降りてここでちょっと方向を変えます。見事にクリーを出しました。大きな拍手が会場から起こりました。エディ・ルジャン第1セクション、サメの歯セクションはクリーンです。さあジャンピングハードルセクションに向かいます。クリアを引っ掛けました。今のは完全に失敗しましたね、はい、クラッチを離すタイミングがちょっと狂ってました。ギアホイールがもう全然適正ほど上がってなかったですね。あれじゃ丸太の反動で上がった分しか上がってませんでした。あそこはね、激しくパワーをかけて丸太にちょうど後輪がかき上げるように飛びかかると後ろも上がるんですね。2本目も落としてしまいました。またもやミショーがミス。一体どうしたんでしょうか。ルジャーンの圧倒的に有利な展開になりました。トミショーとしては苦しくなりますね。辛いですね、はい。ルジャーンがじっとそれを見据えてカーブに挑みます。まず1本目クリア。この辺が肉らしいくらい落ち着いてますね、はい、
観客が多ければ多いほど相手が目の前にいればいるほど自分のこう集中力を発揮しますね。この人は全くそういうタイプです。そしてこれも見事にクリアです。見事、もう一度ご覧いただきましょう。ステイソンの反発の様子にこの仕方が十分高い、はいね。クリームショーの1点点は14のままパワーセクションに向かいます。4.8メートル、さらに6メートルまで駆け上がりました。問題はここからです。入り口が狭いし、もう目の前が柵ですから、ちょっと弾みがついちゃうともう柵にぶつかっちゃうんですね、はい、まさに足がすくむ高さですからね。ここが今ガードが使えない、エンジンガードが当たってます。それをちょっとずつ前に押し出して、足はついてないから当たられません、はい、今下で一度止まりましたけど、あれはね、ショックをやらせるのにはあの方がいいですね。最終セクションをフリーいたしました。テクニック的には全く違う感じでこのエディールジャンガーの降りてきますね。そこをまた難なくこの6メートルまで上がっていきます。ここは今ガードを激しく当てました。ガードの高さがね、このホンダの方がちょっと低いんですよ、はい、だから全く当たらないように彼はその特別なテクニックを使っちゃうんですね。ウィーブなんか軽くクリアしますね。そうですね、怖さを知らないというかね、ちょっとでも怖いと思ったらもうできないようなテクニックですけど、さあ最終セクション見事にクリーンをいたしました。エディールジャーンであります。減点はなんと3点ですよ。クリーン数が9、負けちゃいましたね、美少は。美少の方は最後減点1ということで15点の減点、クリーン数が7です。ということになりますと、エディールジャーン、そしてスティーブ・サンダースと1位と、世界ランキングの1位と3位という対戦になりましたね。いよいよもう大会も大詰めになってきました。決勝が始まろうとしております。まあ、残念ながらですね、日本の選手は、ダメでしたけども、外人選手の2人によって、決勝が争われることになりました。もう大詰めで、もうこれが一体どうなるのか、自分も楽しみです。